うお、すげえ。見なきゃよかった。すげえ。ちょっと見えてる。ちょっと見えてる。あ、言えなかった。これより、ヒレオくんによる、ヒレオくんのためのファッションショーをしていきたいと思います。ヒレオくんが、自分をいかに、かっこよく、そして可愛く見せるためのファッションを今、あの顔でしてもらったので、これから、ヒレオコレクション、始めていきたいと思います。どうぞ。トップバッター。トップバッター来ました。うわ、攻めてますね。攻めてますね、ヒレオくん。ちょっと、女の子なのかな？攻めてましたね、今ね。待って、来た来た、次行った。ところで男の子。サンダル履いてる男の子。ちょっとオラついた歩き方できる。ちょっとオラついてない？ちょっとオラついてる。今そのファッションやってるんだ。オラオラしてた。次行きました。ちょっと服が見えづらいけど、なんか、ハリコレとかにいそうだよ。いそうや、これ、本当に。危ない、今。はみ出そうなんだ、レッドカーペット。いや、グリーンカーペット。はみ出しそうな、待って。ごっついの来た。サイモンの糸が、ごっつい、すごい。上半身だけ。なんか、上が重そうで、下が軽そうですね。わあ、ポーズした。ああ、ありがとうございます。なんかちょこちょこ。これあれ、本物のヒレオだな。これヒレオだね。本物のヒレオだ。すげえカメラ見てくるもん。お疲れ様でした。最後までありがとうございました。ちょっと見えてんのよ、あいつだけ。審査員のイカちゃんが来ております。よし、じゃあ審査員に一番すごい、なんかもうファッションって感じたヒレオに投票してもらいましょう。主張が激しいやつがいる。奥主張激しいぞ。イカちゃんはどの子が気に入ったのかな、悩んでますね。あ、もらいに行っちゃった。一匹もらいに行っちゃった。あれあれ、すり抜けて後ろの、ちょっと待って、後ろの子が取ってった、アサリ。すり抜けて。あれ、どんどん集まってか、あれ、あ、俺にも来た。俺何もしてないのに。ああ、しかもなんか投げ返したぞ、今。あ、打ち込んだ。打ち込んじゃったよ。すげえ、もう勝ち誇ってるよ、一匹。勝ち誇ってるよ。あ、9個だ。あと1個だ。あと1個で、王になれるぞ。で、ちょっとオラついてたもん。よかったね。でも9個で、ほぼ勝ちなんじゃない？よかったね。ほぼ勝ちだ。おめでとう。おめでとうございます。なんか10個にしてきた。抜いたぞ。抜いた、アサリの数。俺の勝ちだって言ってる。しかもここ負け組の2人がかわいそう、なんかここ2人がかわいそうで、なんかこれはこれで